こんにちは、えー。1988年度首相の大内幸夫です、えー。諸先輩方には、えー、ご札沙汰しております。えー、なかなか、簡、う、単、ん、なサッカー部に顔を出せずに申し訳ございません。えー、今回の、うん、企画をお聞きして何を話そうのかなということで、えー、迷ってはいるんですけれども、えー、何か伝えられたらいいなと思いますので、えー、お聞きください。 大学生活の、うん、4年間を通して、うん、いろんな思い出があります、えー。私が1回で入った時は2部で、うん、2回の時も2部でしたかね、えー。3回で、えー、昇格して、4回で1部でやらせていただきました。 で自分の代でまた2部に降格するという、まあ、あの天国から地獄までいろんな経験をさせていただいて、えー、参回の時には総理大臣杯もん出たりいたしました今のん寛大から想像すると、えー、そんなことはまず今の現役の方は経験されたことはないと思うんですけども、えー、常に、えー、厳しい中で4年間やってきたかなと。 思っていますただまあうんそれを経験したことによってやっぱり自分が今あるのかなという気もしていますし、えー、サッカーだけじゃなくて先輩にいろいろ可愛がってもらって、えー、まあアフターファイブと言いますか遊びの中でも、えー、同期と旅行行ったり、えー、本当に充実、えー、した4年間を,を過ごすことができました。う それがやっぱり、えー、大学のサッカーのいいところであり、えー、次の社会人になった時でも生、うん、かされている,いるんじゃないかなと思っています。寛大のいいところは、まあ、えー、今はちょっとよく理解していませんけども、うん、各年代の首相が言われているように、えー、やはり、えー、学生主体で、 えー、練習を作り上げて、えー、チーム編成含めて、えー、やっていくというところが非常に、えー、得意かなと思っています。まあ、ここ時代、うんサッカー部の先生に、えー、管理されている中で、えー、やってきた自分は、やはりカルチャーショックでもありました。1回生で入部したときに、4回生の方がすべてこう練習を 仕切られて、えー、メニューの作成から、えー、やられてたということを初めて経験して、で、自分がうん4回生になったときに、えー、自分なりにサッカーの勉強をしたり、本を読んだりして、えー、練習メニューを作り上げたとかいう経験をさせてもらいました。やはり、あのー、学生といっても、もう、 現状を考えれば大人です、えー、その子の集まりがあ集まってそういうサッカー部を作り上げていくということに関しては、えー、非常にいいところだなと思いますしうんと非常にいい経験をさせていただきました思想を通してうん 感じたことですけれども、やはり、えー、とそれなりの人数が集まって、えー、試合に出れる人、出れない人、うん僕の同期の中でも、えー、4年間うん公式戦に出れなかったとかいう同期もいます。で、後輩でもやはりそういう選手もいます。で、やはり、えー、A チームだけ 良ければいいというわけでもなくて、やはり首相として全体をどうまとめていくかだとか、逆に言うと、P チームを、うん、任,せて任せていた、うん、同期といろいろ会話をしながら、えー、チーム運営をしていく、うん、シムとー全体的な話をする、えー、含めて、いろいろ大変でした。でも、うん やっぱりこの思想という一つ大きな、うん、責務といいますか、やることによって、えー、自分の価値観だったり、えー、っと立ち振る舞い含めて、えー、成長したんじゃないかなと思っています。やはりあの今の社会人の生活だとか、家庭を持ったりだとか、えー、今、少年坂の指導をしているんですけども、えー、非常に えー、4年間と言いますか、その最後の、うん、4回の時の主将の経験というのが、えー、生きてるなと思っています。えー、これから現役の主将の方も大変だと思いますけども、えー、必ず次のステップに生きると思いますので、頑張っていただきたいなと思っています。 現役生の皆さん、日頃、大変だと思います。僕たちの時と違って、常に優勝という持ちと、日本一という目標に向かって精進されているんだと思います。プレッシャーは僕たちの時よりも数倍大きいんじゃないかなと思っています。でもやっぱり、4年間をしっかり楽しんでください。 サッカー漬けだけじゃなくて、仲間との関わりだとか、いろんな行事を通じての関わりだとか、楽しみを、やっぱり大学の4年生でしか、4年間でしか味わえないことが多々あるかと思います。 えー、まず4年間をしっかりと、うん、楽しんで一生懸命サッカーに取り組んでいただいて、えー、次のステップに進んでいただきたいなと思っていますすべ、えー、ての方があのプロ選手だとかなれるとは限りません、えー、多くの方が、えー、何らかの形で、えー、社会人になられるんだと思います えー、そのためにもやっぱりこの4年間って非常に大切だと思いますので、えー、いい4年間を過ごしていただいて、えー、いい社会人になっていただければなと思います。ただ、えー、優勝を目指して、日本一目指して、えー、日々努力をしてください。頑張ってください。 えー、それでは次にバトンタッチしたいと思います。えー、1987年首相の、えー、木村康人さん、えー、っとご無沙汰しております、えー。なかなかお会いできることはないかと思いますけれども、えー、またお会いできたら嬉しいです。よろしくお願いします。